ある日、夫は仕事から帰宅すると、ただいまも言わずに、カバンから何やら紙を取り出し、私にこう言った。すぐ離婚してくれ。お前といても楽しくないし、子供もできないわで散々だ。どうやら紙は離婚届のようだ。ひらひらと私の前で揺らしている。きっと脅しのつもりなのだろう。ここまですれば、また私が従順な嫁に戻ると思っているようだ。だが、そんな手には乗らないし、これはこっちにとっては好都合だ。え？いいよ。ほら、離婚届。私は夫から離婚届をバッと奪い取り、ペンを用意して記入を始めた。私の名前は舞、32歳の専業主婦。私は1年前に圭吾という男性と結婚した。結婚するまでは私は会社勤めをしていて、バリバリのキャリアウーマンだった。でも夫から結婚をするなら家庭に入ってほしいと言われ、寿退社をすることに。まだまだ働いてもよかったが、その頃は夫のことが大好きだったので、少しでも彼のためになることをしてあげたいという思いが勝った。まあ一度でいいから専業主婦というのを体験してみたいと思ったのも理由の一つだが、そのため特に家庭に入ることは私にとっては問題はなかったのだ。だがいざ結婚生活が始まると、別なところで問題が発生した。まず夫がわがまま放題なこと。夫は自分は料理は一切しないくせに、味などについての要求をしょっちゅうしてくる。この野菜硬くない？生だよ生。え？火はちゃんと通ってるよ。これくらいシャキシャキしてる方が美味しいし。やだよこんなの。もっとクタクタな状態にしてくれ。他にも。うわ辛い。何これ、汗が止まんないよ。一体どんだけ辛いの入れたのさ。え、豆板醤を小さじ半分くらいしか入れてないんだけど。もう食べづらいものばっかりだな。え、ちょっと。そう言って夫はマヨネーズを大量にかけ、元の料理の味が一切わからないようにして食べた。料理だけでもこのようなありえないエピソードがたくさんあるのだが、他にも夫については困ることがあった。それは趣味などにお金をかけすぎるところだ。夫は服などのファッションが大好きで、とにかく高いブランドをよく買う。私はそこまで興味がないので、数千円程度の服でいいと思っているのだが、夫は基本的に数万円が基準。それがたとえ T シャツだろうが帽子だろうが、必ず万単位のものを買っている。私がもう少し出費を抑えてほしいと言っても、俺の金で買ってるんだからいいだろうと聞く耳を持たない。そのため私はできる限り節約をしなければならず、本当に大変だ。そして食費を削ろうとして品数が減ったり、安く済むメニューを出す頻度を上げると、そういう時だけ敏感に反応して文句を言ってくる。家事は一切やらないしできないくせに、なんだかそういうところだけは細かいのだ。またこれは夫に関してのことではないが、義母も厄介な存在だった。夫は月に2回ほど必ず私を連れて義実家に足を運んだ。私は別にいいと言っても、嫁が来ないと何か言われるだろうと反論され、強制的に連れてかれてしまう。そして義母は待ってましたと言わんばかりに、私への嫁いびりをしてくるのだ。舞さん、何よこれ、全く味がしないじゃない。え、でもこれ以上味を足したら濃すぎて食べられないですよ。なあに、あなた私の味付けが下手だって言いたいの？いえ、そんなことは。圭吾は私の味で育ててきたの。あなたも圭吾が好きな味付けを覚えなさい。まったく、どうしてこんな女と結婚したのかしらね。毎回顔を出すたびに悪口を言われてるものだから、義実家に行くときはよくお腹が痛くなっていた。だが相変わらず夫は私の頼みは聞いてくれず、私が体調を悪くしていようがなんだろうが義実家に連れて行った。また義母はことあるごとに、孫はまだかいと聞いてくる。確かに私も夫も30代だし、義母が焦る気持ちはわかる。だが私たちはまだ結婚したばかりだ。あと俺は少し恥ずかしいのだが、結婚してからというもの、夫とそういう行為をほとんどしていない。というのも夫は基本的に帰りが遅く、早く帰ってきても疲れたから今日はと言って、なかなか相手にしてくれないのだ。そのため子作りなんてほとんどできていない。義母からいびられるのが嫌だからと正直に打ち明けても、母さんはただいじってるだけだから真に受けなくていいよなどと言ってくる。私の悩みなどはどうでもいいといった感じだ。私はさすがに我慢できなくなっていた。義母からの嫁いびりは絶えないし、夫も全く私の思いを受け取ってくれない。そのためある日、私は夫と話し合うことにした。
ねえ、もう少し私と向き合ってもらってもいい？ああ、何がだよ。お母さんのこと相談しても全然話聞いてくれないし、それに夜のことだって。またそれかよ。母さんとの仲はお前の問題だろ。うまくやってくれよ。それに夜のことってお前ガツガツしすぎ。え？女の30代ってこんなに性欲が強いんだな。最低。ああ、なんか言ったか。そんなこと言うなんて最低よ。はあ？お前俺に養ってもらってるくせに何生意気なこと言ってんだよ。そもそもお前は俺の言う通りにしてればいいんだよ。しょうもないことで目くじら立てて俺を困らせるなよな。私は耳を疑った。これは本当に私と結婚した夫の言葉なのだろうか。結婚前は私のことをもっと優しく大事にしてくれていたのに、夫はどうやら私が何でも言うことは聞くものだと思っているらしい。多分結婚するときに夫が家庭に入ってほしいと言ったことを文句を言わずに私が受け入れたのが原因だろう。こいつは従順なやつ、そう思われたに違いない。このことに気づいてから私は途端に夫に対しての気持ちが一気に冷めてしまった。今までは先に挙げたようなちょっと理不尽な対応をされても夫のことが好きだったから許してしまっていた部分があった。だがまるで家政婦のように思われていると分かった以上、好きという気持ちを維持することは難しかった。私はその日から夫の言うことを聞くのをやめた。もう夫の指示通りには動かない。料理だって自分の作りたいものを作りたいように作る。義実家にだって気分が乗らないから絶対に行かない。夫は案の定その都度切れていた。おい、なんで言われた通りにやらないんだよ。お前は専業主婦なんだからちゃんとしろよ。おい、話を聞けよ。私は夫が普通に話しかけてくるときは反応するが、理不尽なことを言ってくるときには無視を決め込んだ。夫はまさか私がそんな態度を取ると思っていなかったのか、だんだんと私の顔色を伺うようになった。そして何も言ってこない日が1ヶ月ほど続いた頃、とうとう限界を迎えたらしい。ある日、夫は仕事から帰宅するとただいまも言わずにカバンから何やら紙を取り出し、私にこう言った。すぐ離婚してくれ。お前といても楽しくないし、子供もできないわで散々だ。どうやら紙は離婚届のようだ。ひらひらと私の前で揺らしている。夫の部分はすでに記入済みだった。夫は離婚だと言いながらもなぜかニヤニヤしている。きっと脅しのつもりなのだろう。ここまですればまた私が従順な嫁に戻ると思っているようだ。だがそんな手には乗らないし、これはこっちにとっては好都合だ。え？いいよ。ほら、離婚届。私は夫から離婚届をバッと奪い取り、ペンを用意して記入を始めた。え？夫はまさか私が記入を始めると思わなかったようで、明らかに動揺している。私はそんな夫の反応は無視して急ピッチで離婚届を書き上げた。お前本気か？いやー、私もそろそろ離婚しようと思ってたんだよね。嘘だろ？どうして？あれだけひどいことされたのに、あなたと結婚生活を続けたいと思ってるわけないでしょ。いやだって。だって何？俺の言うことを何でも聞く家政婦なのにって。いやそんな。どうやら図星のようね。本当に最低な男。なんであんたみたいなのと結婚したのかしら。うるせえよ。お前が主婦として至らなかったのは事実だろ。とうとうでも言ってちょうだい。今まであなたから言われたひどい言葉はちゃんと録音してるから。え？モラハラとして慰謝料を請求させてもらうからね。そんな。夫は顔を青くしてその場にへたり込んだ。俺が悪かったから許してくれよ。お前がいなくなったら俺はどうすればいいんだよ。泣き落としをし始める夫に私はドン引き。こっちが強気に出た瞬間に怯えた子犬のようになるとか、なんて小心者なんだろうか。私は泣いてすがる夫を無視して荷物をまとめて家を出た。そしてすぐに離婚届を提出し実家に帰った。ちなみに私はこの離婚騒動が起きるまでの1ヶ月ほどこっそりと就職活動をしていた。そして正社員として雇ってくれる会社をちょうど見つけた頃に夫が離婚届を持ってきてくれたのだ。まさにタイミングとしてバッチリだった。仕事が見つかっていたので、私は数日ほど実家に滞在した後にすぐに引っ越した。そして元夫との財産分与やモラハラの慰謝料の請求については弁護士を通して行った。
元夫は何度も私に会いたいと弁護士に言っていたようなので、念のため接近禁止令を出してもらった。その判断は正しかったようで、私が実家にいると思い込んだ元夫は、ある日、実家を訪ねてきて、私の両親にしつこく居場所を聞いてきたらしい。結果的に母が通報し、元夫は逮捕。釈放されたものの、そのせいで会社をクビになり、今はニート状態で義実家に帰省しているんだとか。元夫は私に振られたことで家計をやりくりし、家事をこなす人がいなくなり、悲惨な状態になっていたらしい。部屋は荒れるにだけ荒れ、後先考えない浪費癖で支払いに追われ、家賃や生活費が払えなくなり、パニックに陥っていたそうだ。そこで私の偉大さに気づき、自分の元に戻ってきてほしいと思い、躍起になって私の居場所を突き止めようとしていたらしい。すべてを失って初めて自分が恵まれていることに気づいた元夫は哀れだと思う。せいぜい今回の件を反省して、自分の性格の悪さを直してほしいものだ。一方、私は新しい職場でバリバリ働いている。どうやら自分には専業主婦よりも仕事を中心とした生活をしている方が性に合っているようだ。なので、今回の結婚の失敗を生かし、今度結婚するときは自分で家事もできる自立した男性と結婚しようと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。